さあ皆さん、ついに来ました。我らが愛すべきシャオミの最新スマートウォッチ、シャオミミーウォッチライトでございます。果たしてその性能やいかに。では早速開封していきましょう。はい、じゃあ開けていきますよ。うお、来たー。めちゃくちゃ久しぶりのシャオミのスマートウォッチですよ。やばいな、超興奮してます。いきます。3、2、1、開け夢の扉、オープン。来い、ミーウォッチライト。来た、おー、来たー。あなたが笑ってくれる。お、すごいかっこいい。デザインバイシャオミって書いてる。あれ、なんかこれ例のリンゴ社を、ま、真似てるのかな。リンゴ社はデザインドバイカリフォルニアって書いてるね。どうやって撮んのこれ。はい、うわ、なんかすごい。お、なんだこれ、見てこれ、充電ケーブルがすごいごついよ。あ、で、すっごい肌触りがいいわ。さすがシャオミだわ。さすがシャオミだわ。すごい肌触りがいい。肌触り。じゃあ時計を確認していきます。きっと、どうやって撮るんだこれ。お、来た、はいはいはい、来ました。はい、おー、来たー。やばいわ。うわ、肌触りがいいわ。すっごい肌触りがいい。いいわ、これ大好きだよ。さすがだよ。愛してるよ、シャオミ、愛してるよ。はい、来ました来ました。めちゃくちゃ興奮している。久しぶりのシャオミ製品でございます。やばいな、もうこの時点で俺も大好きになってしまってる。すごい好きになってしまってるよ。やばい、すっげえ軽いわ。なんでこんな軽い。さすがシャオミ。重さ 35g ですね。前回の動画で開封したこれ、こっちが 31g、 アメイズフィットビップユー、これとほぼ同じぐらいの軽さです。っごい軽いよ。で、物理ボタンが右側についてますね。ちょっと上にあるよね。このデザイン設計もおしゃれでかっこよくない？今までにないよね。いいなー、もうすごい、ごめんなさい、俺もすごい好きになってしまってる。完全に惚れてしまってるわこれ。で、今回俺が買ったのはブラックカラーですね。で、カラー展開はこれの他に、ネイビーとあとベージュがあります。で、お値段なんと6200円でございます。イエーイ、めちゃくちゃ安いですよね。めちゃくちゃ安い。価格で言うとビップユーとまあほぼ同じですよね。ちなみにこれ忘れてた、充電どうやってするか、こんな感じね。おー、いいよね、かっこいいよね。まあ資源の無駄遣い感はあるけどじゃあちょっとこれでセットアップを完了していきたいと思います。さあ、ということでセットアップを完了して丸24時間経過しております。どうでしょうか。なかなかかっこよくないっすか。で、解像度も高いでしょ。いや、いいよね。ちょっとね、もう完全に惚れてしまってるよね。画面サイズが 1.4 インチの TFT スクリーンで、323ppi ということなので、かなりね、高解像度になってますね。前回の動画で開封したこっちね、アメイズフィットビップユー、これで、307ppi なので、これよりもくっきりしてるんですよ。ちょっと今ウォッチフェイスがだいぶシンプルなものになってるからだけど、画面サイズはほぼ同じで、まあ、これこういう違いがあると。ちょっとね、これすごいよね。最近ここ2、3ヶ月でぐんとスマートウォッチの技術革新が進んでいて、もうね、これくらいの解像度はなんかある種スタンダードになりつつありますよね。で、もう一点ね、24時間使っていて感じたことっていうのは、このつけ心地の良さなんですよね。重さとしては前回レビューしたビップユーとほぼ同じで 35g なんですけど、何がいいかってこれなんですよね。見てください、このバンドの形状がこういう風に曲面で固定されてるんですよね。普通のね、一般的なスマートウォッチって、まあ、今まではこういうね、なんていうか、こうストレッチ型というか、こうフレキシブルタイプなんですよね。なんですけど、今回ミーウォッチライトはこういう風に、つけ心地を考慮してなのか、こういう風にね、ラウンド型で固定されてるんですよ。だから腕につけた時にすごいね、密着感がある。で、かつさっきも言ったようにね、バンドの、肌触りもいいから、あのね、つけてる感覚で言うとこっちのがよりないです。いや、つけ心地はこっちの方がいい。こういうところからさすがね、シャオミだなって思うんですよね。これはね、本当にね、24時間使ってて思った、すごいつけ心地がいい。で、ウォッチフェイスがね、かなり今回充実してますね。さすがです。約120種類あって、それぞれね、あのオリジナリティのあるものが搭載されていますね。うん、素晴らしいです。こういうシックなね、スタンダードなものから、
こういうカスタム文字盤ができるものもあったりとかしますし、あとはこういう解像度高めのかっこいいやつもありますね。これ好きなんですよね、俺このね。あったりとか、こういうのがあったりとかね、なかなか活かしてるよね。計120種類あると。で、ユーザーインターフェースはね、こんな感じ。もう見てもらってお気づきかもしれませんけれども、アニメーションはね、ゼロですね。今グラデーションがない、いや、コマ数が少ないので、少ないというかコマ数がゼロなので、フリップすると次の項目に行くという感じになってます。こういうところはアメイズフィットシリーズとは違いますよね。ここら辺も好み分かれると思うんですけど、俺はね、好きなんですよね。こういうエッジの効いた尖った感じがあってね、好きです。要はこういうところでできるだけコストを削減して他のところに、お金を注ぐという、そういう戦略は尖ってていいなっていうふうに思います。で、通知もね、こうやって見れます。で、基本他のスマートウォッチって下から上にスワイプすると通知ですけど、今回の製品に関しては上から下にスワイプで通知がバッとこう出てくるというイメージね。で、日本語対応しっかり出てます。あ、ゼンさんコメントありがとうございます。1万人突破おめでとうございます。ありがとうございます。で、ここ物理ボタンがありますよね。ここを1回押すとずらっと項目が出てきて、で、ここもね、同じなんですよね。ほら、グラデーションってかコマ数がないから、スワイプすると次の項目にこうすぐ移動するっていうタイプ。で、ここら辺があんまり好きじゃない人にとってはちょっと微妙かなと思っちゃうかもしれませんけど、俺はね、個人的にはいや、いいなーって思うんですよね。尖ってて、うん。で、デザインもしっかりしてるでしょ。で、ワークアウトですね、まずはね。ワークアウトはね、11種類あります。まあ、ここら辺もね、最近のものだと60種類とかありますよね。前回開封したこれとか、まあ、同じぐらいの値段で60種類ぐらいあるんですけど、そういったものよりは劣りますが、なんといってもこの今回のね、Xiaomi Mi Watch Lite の最大の強みは GPS 内蔵です、うん、これがね、いや、素晴らしいと思うんですよね。お値段5000円で GPS 搭載してるって、これね、俺今まで見たことないです、聞いたことないです。この値段で GPS 搭載してるスマートウォッチ、俺の知る限り GPS 搭載って8000円ぐらいからですね、最安値でも。例えばこのね、Amazfit Bip S、 2020年6月、まあ半年ぐらい前に発売された製品ですけど、これが今8000円ぐらいかな、なんですけど、今回この5000円で搭載してるっていうのが素晴らしい。で、あとね、面白いなと思ったのはこれなんですよね。コンパスがあったりとか、こういう風にね、あとは気圧計もあります、こういう風に。あとこういうアウティチュードなんだっけ、この高度計ね、高度計があったりとかで、あとこれね、懐中電灯もついてます。ここら辺もやっぱいいよね、しっかりと差別化図ってきてる。まあ、あと最後にグッドポイントがあるとすればこれかな、うん、明るさ自動調節機能が珍しく搭載されている。これもこの5000円という価格で実現できているスマートウォッチはないです。初めてですね。素晴らしい。いや、便利ですよ。便利ですよって便利ですよ。ただこれオールウェイズオンはないです。うん、さすがにちょっと厳しかったか。まあ、ざっくりですけど、こんな感じですね。うん。まあ、もうだから特徴としてはもう GPS。うん。それ1点に尽きると思います。はい。はい、ということで、じゃあ次はね、心拍測定の精度を検証していきましょう。まずはこちら、チェストベルトタイプの高精度心拍センサーですね、ポーラー H10 の結果がこちらでございます。ボン、はい、で、次こちらね、 Xiaomi Mi Watch Lite、 今回の製品どうだったのかいきます。はい、どうぞ。はい、はい、こんな感じです。はい、どうですか皆さん、これどう思いますか。正直ね、あんまり精度は高くないかなというふうに思います。実はこれもう1回やってるんですよ。2回計測してみたんですけど、2つ目の計測結果もこんな感じでした。だからセンサーの精度はそんなに高くないかなというふうに思いますね。ちょっとここがかなり残念ポイントですね。で、なぜここまでね、心拍測定の精度が低いかというと、実はこれね、あの Mi Band 5とはまた別のセンサーを搭載しているんですよね。 Mi Band 5はかなり精度高いじゃないですか。なんですが、今回の Mi Watch Lite は、また別のセンサーを搭載していて、というのも Mi Band シリーズっていうのは基本的に Xiaomi と、あとファーミ、ファーミっていうのは Amazfit シリーズを製造販売しているあの会社ね、が一緒に業務提携をして協力して作っているシリーズなんですよね。
なのであのセンサーとかはね基本的にねあのアメイズフィットのセンサーが搭載されてるんですよ。で俺のチャンネルいつも見てくださってる方分かると思うんですけど、アメイズフィットのセンサー、まあ、バイオトラッカーっていうのはかなり精度が高いものじゃないですか。なんですが今回のミーウォッチライトにはそのバイオトラッカー1とかバイオトラッカー2とかねバイオトラッカーシリーズが搭載されていないのでここまでね精度に開きが出てしまっているということなんですよ。まあだからここら辺は今後の技術革新に期待という感じかな。ただねこれ次見てください、歩数ね、歩数の結果ねだいぶ良かったですよ。今回も、オムロンの歩数計を一緒につけて比較してみました。これね、はい、こっちが昨日6103歩、昨日はかなり歩いたよね。で、今回のミーウォッチライトこいつが、何歩だっけ、6388歩、だからプラス280歩ぐらいとということで誤差 4.6% ということなのでかなり精度は高いです。ここら辺は、ファーウェイとかあと、シャオミのミーバンドシリーズと同じ、精度を誇ってるんで、ここら辺はシャオミ独自でも精度は高いということが証明されてますね、うん、いいんじゃないでしょうか。で次、ちなみに、ね、これ睡眠の記録見てみました。こんな感じです、まあ、睡眠の記録もまあ悪くはないかな、がここでもちょっとあのマイナスポイントがあってっていうのもレム睡眠、ノンレム睡眠の、計測はできないです。あでちなみにあの仮眠の計測とかもできないです。このシャオミの公式の、製品紹介のページ閲覧してみるとこういうことが書いてあります。The device currently only supports long night sleep monitoring って書いてるんで、currently って書いてるから、おそらく今後 OTA アップデートによってこういう仮眠の検出とか、あとはレム睡眠、ノンレム睡眠のあの計測もできるよう、計測もできるようになるかもしれないという感じはしますね。はい、で次最後これね、うん、なんといってもこの製品の一番の強みですよね、はい、GPS、 これもね検証してみました。今回ねこれ MeFit アプリじゃないんですよ、接続が。これも Xiaomi 独自のXiaomi Wear っていうまた別のアプリケーションなので、今までだったらね GPX っていうデータでエクスポートできるんですけど、今回これエクスポートできないんで、あくまで、まあ、目視での精度検証にはなってしまいますけど、こんな感じです。どうでしょうか、どうでしょうか、てかどうでしょうか、最近また滑舌があるよねあの GPS の精度ね非常に高いと思います。ズレもほとんどないよね、ほらきちんと走ったところが細かくねトラッキングできてる。いやこれ素晴らしいよ。今までもうちょっとね横道取れたりとかしたんですけど、アメイズフィットとかね、非常に素晴らしいですよ。まあここら辺微妙にここら辺ずれちゃってる感じあるけど、いやこの高い精度を誇る GPS が5000円のスマートウォッチに搭載されてるっていうのはね、ちょっとすごいんじゃないかなというふうに思います。あでもう一点重要な点忘れてました。バッテリー持ちね、うん、今回これバッテリー持ちどうかというと、標準仕様で9日間です。標準仕様っていうのは、心拍測定の検出頻度を30分間ごとにした条件ですね。で実際、じゃあ使ってみてどうかというと、今回ね使い方としては心拍測定の検出頻度を1分間ごとにしてます。で今現時点でちょうどね使い始めて48時間で残りが 51% ということなので、かなりねいいよね、きちんとスペックシート通り機能してる感じあります。まあね検出頻度1分間ごとにしてるんで、これを30分間ごとにすればおそらくね9日間ぐらい持ちそうなイメージですよね。前回レビューしてるどれだっけ、アメイズフィットビップユーあるじゃないですか、まあ、これが、まあ、バッテリー持ちもほぼ同じですよね、9日間ということなんですけど、これだとね2日ぐらいしか持たないんですよ。なんですけど、まあこれに比べると倍ぐらい持つということを考えると、やっぱりこういうところはシャオミの安定感はありますよね、うん、アプリもしっかりしてるし、こういったところの不具合もなさそうな感じがするんで、そういうところはかなり、優れてると思います。評価ポイントですね、これはね。はい、ということでいかがでしたでしょうか。じゃあ最後にね総評ということで俺の考えをまとめて終わりにしていきたいと思います。個人的にはねこれもうめちゃくちゃ好きですね、うん、かなり気に入っております。なぜかというとやっぱねエッジが効いてるのがいいんですよね、この尖った感じが、うん、めちゃくちゃ魅力的ですね俺にとっては。まあその尖りっていうのはまあ再三言ってますけど GPS ね、うん、この5000円という値段で GPS が搭載されてるっていうのはこれすごいと思いますよ、うん、本当にこれはすごいと思う。
うん、で、つけ心地もね、めちゃくちゃいいっていうのが俺にとってかなりグッドポイント。このつけ心地の良さはちょっとね、うん、でも1位には争うぐらいのつけ心地の良さで、非常に軽いというところはかなりね、グッドポイントですね。なんですけど、まあ、尖っているということは、まあ、そのダウンサイズというかね、まあ、ネガティブポイントもあって、っていうのもね、あの今見てもらったように心拍測定の精度が微妙というところに加えて、あとあれね、最近当たり前になってきている SPO2 の測定とか、あとストレスチェックはできないというところも、まあ、マイナスポイント。あとちょっとこのユーザーインターフェースにも結構尖りがあるので、好き嫌い分かれるかなみたいな、まあ、いろいろとそういうまあ細々ね、惜しいところはありますが、俺はね結構好きです。うん、だからこういうねマイナスポイントはこの今後に期待ですよね。うん、だからこの心拍測定の精度とか、その他ね、こまごままだ技術が追いついてない部分も含めて、シャオミ独自のスマートウォッチがこれからね、どういう進化を遂げていくのかというのはですね、かなり見ものかなという感じがします。はい、ということで今回はこんな感じになります。面白いと思ったらぜひ高評価とチャンネル登録もねお願いします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。はい。